はいえー、それではインタラクティブシステム特論の第7回を始めたいと思います。で今日は触覚・触覚インターフェースその2ということで、まあ、前回がです、ね、特にハードウェアの話いやまた、まあ、触覚のベーシックな話をしたのに対して、今日は触覚の応用の話をしていきたいと思います。まあ、触覚ディスプレイ、まあ、たくさん研究はされているわけですね。 ただ、まあ、その触覚ディスプレイっていうものが、まあ、世の中にどういうふうに役に立つのかというのは、まあ、必ずしもまだ明快ではありません。で今現在、ですね世の中の研究の中で、まあ、触覚ディスプレイがどのように応用されるとも論まれているかということを紹介していければと思っていますで。大体ですね、大まかに分けて6つぐらいの方向性があるんじゃないかと思います。で1つは、タッチパネル。 それからモバイルで。これはですね、とにかくモバイルデバイスっていうのが今非常に市場が巨大ですね。スマートフォンやスマートウォッチ、そういったものですで。そういったものっていうのは市場があまりにも巨大なので、何かしら他のものと差別化をしなきゃいけない、競合製品と差別化をしなきゃいけない。でそう考えたときに、例えば触ったときに、その触ったクリック感のようなものがちゃんと出てくるというのは非常に大きなメリットになってくると。 ということになります。で、二つ目は、エモーション、それからアフェクションですね。で、これは何かっていうと、要は、触覚っていうのは、まあ、触られると非常に気持ちよかったり、気持ち悪かったりする。自分で触ったとしても、非常に気持ち悪いもの、心地いいものっていうのがあったりする。つまり、触覚っていうのは、驚きから愛情まで幅広い情動に抱えかけることができそうだということになります。で、三つ目は、 ナビゲーシショョン、インンイストラクションという,ふうに名付けましたこれは要は触覚っていうのは体に直接提示できるわけですねつまり体のどの部位を動かせどの部位をどの方向に動かせということがはっきりと提示することができますでまた今日はあまりお話ししませんけれども触覚によって無意識の運動も誘導できるということも知られていますで4つ目が今度はリアリティマルチモーダル これはつまり、まあ、触覚っていうのは、まあ、視覚聴覚に加えて一つ感覚が増えることだということですで。感覚が増えることそのものに意味があります。つまりそれによって存在感、現実感を上げることができる。だから VR、バーチャルリアリティなどにとても重要であるということになります。で、五つ目は、まあ、これは応用の、まあ、エリアというよりは応用の仕方ということになりますが、全、まあ、身への触覚提示というのが 応用の分野で触覚の応用の分野では非常によく取り上げられます。要はこれによって大画面テレビと同じように触覚にも臨場感を生じるということです。で最後にです、ね、少しまたこれも毛色の違った話ですが VR と対になる概念としての AR ですね触覚においても実は AR というのはある現実世界で使うことによって現実世界を修飾することができると。 まあこのぐらいのですね応用方向というのがまあよく提案されているかなというふうに思います。これからこれらをまあ一つ一つ例を挙げながら説明していこうと思います。特に今日はですねあのうちの研究室でやっている研究もぜひ紹介できればと思っています。まずタッチパネルなんですけれども、これタッチパネルというのは当然、 あの文房具として未熟であるということはまあ誰しもが思うわけです。要は、例えばこうやって入力するっていうのもちょっと嫌だし、まあ、実際に例えばペンか何かでこう書くということをやったとしても、何か嫌だと、本当のペンで書くのとはちょっと違った感じがするということになります。でこれはまあ実際にはまあ多分2つの問題に分けられる。1つはユーザーの意図を汲み取るという方のセンシングと認識の方の問題。 それからユーザーにフィードバックする情報提示の問題という、まあ、2つが組み合わさった問題なんだろうなと思います。でインタラクションの研究としてはです、ね、この前者のセンシング認識、まあ、例えばジェスチャー認識のようなものですね、でその研究というのは非常に花盛りです。今現在のまあ機械学習の発展にもま符合しています。でまあ、今日はです、ね、今日の授業の中では、特にこの後者の触覚提示の方の事例を取り上げていきたいと思います。 でまずですね、タッチパネルに触覚を付与するっていう場合に、どういう方法が考えられるかということなんですが、まあ、おそらく3つぐらいしか方法は今のところないだろうと思われます。なぜかというと、このタッチパネルというのは、透明じゃなきゃいけないという大きな制約があるんですね。なので、可能な方法は限られている。透明なアクチュエーターというのはなかなか作れないということなんですね。 で、それでですね、まあ、大体3つ。1つが全面振動。2つ目が摩擦制御。3つ目が神経駆動ということになるかと思います。全面振動なんですけれども、これはですね、非常に有名な研究があって、福本さんという方がやられたアクティブクリックという研究があります。でこれ何かというと、まあ、スマート、まあえー、何々、まあ、当時は PDA というふうに呼んでましたが、その PDA にまあ振動子をつけてやる。そして、 指が画面に触れた瞬間に、この PDA 全体を震わせるということをやるんですねで。そうしてやると何が起きるかというと、触った瞬間に振動してくれるもんだから、まるで指の部分に振動するものがあるかのように感じられるということになります。で、これですね、実際非常にすごい発明だったんですね。で、要はですね、 当時の触覚研究者触覚を研究して人たちの頭の中にあったことっていうのは例えばこう触る場所がたくさんあるならばそれぞれの場所に振動子を置くというような発想というのがなんとなくあったわけですでそれに対してこの全面振動というのは実は計測装置つまり指が触る位置というのを計測する手段さえあれば実は それと全面振動というのを組み合わせてやればいいじゃないかということを提案したものということになります。ですからこれは皆さんご存知のように今現在非常に多く使われている方法ということになります。で、この方法の場合に能力はどうなるかというと空間解像度は指のサイズということになるので低いということになります。画面全体で振動させますがセンサー、つまり指の位置のセンサーと組み合わせるので空間解像度は指のサイズということになる。 で能動性とここで言っているのは、指を動かさなくても感じる。つまり、相手側から、まあ、振動子側から振動を提示できるという意味で、アクティブというふうに書いておきました。で次にですね、摩擦係数の制御という方式があります。で、これ、あの先週もちょっとお話ししましたけれども、どういうやり方をするかというと、u b i とですね。それから、 画面との間に例えば静電気による摩擦というのを作ってやるということをします。これを高速に切り替えてやるということによって指を動かしたときにスティッキーなあるいはスリップをするというような感覚を提示できるということを先週もお話ししました。これが静電気の場合もあれば例えば超音波振動を使う場合もあるということになります。 で先ほどの全面振動に比べて摩擦制御の場合にはどうなるかというと空間解像度という意味では可能性としては高くなる可能性がありますなぜかというと例えばこの静電気の場合には電極の大きさを小さくすること自体はできるわけですねなので空間解像度を高くする可能性はあり得るただですね実際にこれやってみるとです、ね、小さい電極でやってみた場合に なかなか細かい感覚というのは生じません。これは指が全体的に振動してしまうからなんですね。なので、まあ、結局、なかなか解像度を高くするのは難しいかもしれないなというのが正直なところです。で一方で、能動性という意味で言うと、これは指を動かさないと、まあ、振動は生じません。指を固定していると、実はこれ、電気をです、ね、プラスマイナスかけたとしても、これ、感じないんですね。なので、指を動かして初めて感じると。 ということで、まあ、パッシブといいう言い方をしておきますで、まあ、最後の方式ということになるんですが、まあ、電気刺激でもって、まあ、直接神経を駆動してしまえばいいじゃないかという考え方がありますで先ほどのです、ね、静電気の場合と同様に電極もやはり透明に作ることはできますのでこういった方法は可能であるということになります でまあ、これ私がやってるから、まあ、ちょっと画で陰水、まあ、この授業は画で陰数が多いんですけれども、まあ、あの電気刺激最高ということになります。なぜかというと、まあ、神経駆動というのは、まあ、電極のサイズで、まあ、基本的には空間解像度というのは規定される。もちろん電極が例えば1ミリとかの間隔の場合には、1ミリ間隔で感じるというのは難しいんですけれども、でも例えば2ミリ間隔ぐらいのものというのは十分に感じられます。 で能動性という意味で言うと、指を動かさなくてもちゃんと電気刺激をすることができるということになります。で,ですね、まああの、透明電極で実際に作ったものの例をちょっとお示ししましょう。これは例えば8、8×8 の電極を最初に作った、まあ、私の研究室で実際に作ったプロトタイプです。でこれ見てみていただくと、まあ、これ、IT 用電極になっているんですけれども、8×8、8ちゃんとなっていることがお分かりいただけるかと思います。 で実際にですねこの透明電極を使ってやって、これ、えーまあ、あえて画面とずらして表や,や,やってますけれども、この赤い線が実際に刺激が上から下へ動いている様子です。それからこの緑の部分は何かというと、接触を取っていますで。つまりこれ何かというと、電気刺激とするってことは、電極一点一点が計測できるんですね。電極触ってるかどうか計測できると。 ということで、これは実は刺激と計測が両方できる方法ということになるわけです。それでですね、実際にさらに電極数を増やすということをやったのがこれの例で、これ2012年ぐらいに作ったものなので、もうだいぶ古くなりましたけれども、16点 ×32 点ぐらいの電気刺激ができるようになりました。 ただですね、当時、まあ今はちょっと技術的に違うかもしれませんけれども、当時 IT を電極でこういうふうに作ってやった場合にはですね、まあなかなかですね、いろいろ難しい問題もありました。電極の、例えば抵抗値が高いとかですね。だからなかなか、まあ解決するべき問題は多いかなというふうには思います。で、先ほどまでの話というのは、まあ、ある種の思考停止があったかもしれないんですね。 要はモバイルデバイスの画面というのがあるから、その上で触覚定義するという場合には透明じゃなきゃいけないということを考えてたわけですけれども、ただまあその制約というのは外れる場合もある。当然、一番最初の全体を振動するというのは全然透明なんていう制約なかったわけですね。で例えばこの2016年に発表された研究だと、側面に定義してやればいいじゃないかという研究になっています。まあ、ちょっと分厚くなってしまっている点は否めないんですけれども、 実はこうやって一次元で触覚を定義するというだけでも十分な用途がありうるということを示した研究になります。で我々の方でもです、ね、側面じゃなくて今度は電気刺激を裏面でやるということをやりました。この時にはです、ね、電気刺激である必要はなくて裏面で触覚定義するというところがポイントだったんですけれどもこの場合にはですね裏面なのでアクチュエーターないし 電極は透明である必要は全くありません。だから IT 用電極なんかを使う必要もありません。で、このときにはですね、こうやって表面を触っている状態のときに、裏面に電気刺激をしてやると、ちょっと変な状態ではあるわけですね。すなわち表面、裏面で例えば人差し指で触り続けておくわけです。 で、それに対して、表面の、例えば親指でなぞっているときのその親指の食感を裏面の人差し指に返すということで、これは要は異部位異なる部位への触覚提示ということになるわけですけれども、まあ、意外とこれがですね、まあ普通に納得感あって使うことができるということになりました。なのでまあ、 こういった方式という、まあ、先週もちょっとやった EV、異なる部位への触覚提示なんですけれども、実はそれはかなり、まあ、ニーズ、ニーズではないですね、まあ、あの、やりようがあるということがわかったわけです。 でまたですね、アクチュエーターというものをそもそも使わなきゃいけないかどうかということに関してはですね、いろいろまあ工夫の余地があります。で例えばこれは、磁石の磁石シートです、ね、を使ったパッシブな触覚提示をやっている例です。これ、先週もまあ小さくお見せしましたけれども、ぜひ動画などで見てみてください。でこれ、あらかじめこのまあ着地シートにパターンを着地しておくということをやるだけでですね、 まあ例えばスライダーカッカッカッというような感覚が生じるようなスライダーだとかカチカチカチという感触が生じるような回転ボリュームとかスイッチとかそういったものっていうのを作ってですねこれは非常にリッチなインタラクションを実現している例になりますそれからこれはまあ比較的最近の研究ですけれどもこの場合にはですね温度変化によって粘着性が大きく変化するシートというのを使っています で温度を定義する部分というのは、まあ、ある程度提示、まあ、透明にすることもできるので、まあ、それでタッチディスプレイというのを作ってやる。そうするとどうなるかというと、要は、まあ、触っていてつるつるした面がある場所が突然スティッキーになるということができるんですね。まあ、これも先ほどのものもです、ね、両方とも結局、アクチュエーターという、まあ、と特に電磁的なです、ね、アクチュエーターというものがそもそも必要なのかというところから、まあ、見直している例かなと思われます。 でこれはですね、今度はアクチュエーターというものをどこまで本当に内蔵しなきゃいけないのかということについてちょっと問いかけている例かもしれませんということで持ってきました。これも先週ちょっとも、えー、紹介したものの一つなんですけれども、ちょっともう一度言うと、これ実はコイルが腕時計側についていて、そして指先には磁石がついているということになります。つまり、実はアクチュエーターというのを分離してやって、 まあ指先にはまあ電源を供給しないような形で磁石だけくっつけてやるだけでも実は触覚提示ができるというまあ一つの方向性を見せたものかと思います。というわけでまあここまでタッチパネルに関してまあいろんなまあ触覚提示の方法について見てきたわけですけれどもここでまあタッチパネルに触覚を提示するあるいは体の動きに対応したタッチパネルを作るというときの一つの勘所を まあ強調しておきますすそれは時間遅延とということで,すでタッチパネルにおいてです、ね、体の動きとそれからまあ視覚的な提示との間の遅延というのがどこまで許されるかという研究はたくさん行われています。例えばこの左上のものはマイクロソフトリサーチの2012年の有名な研究なんですけれども、まあ、あのマウスカーソル,ーソルですね指先のカーソルとそれからまあ指先そのものとかどれだけずれている とと、まあ、違和感を感をじるかという研究になりますでまあ少し似たような研究で右側の方で今度は高速カメラを使って、まあ、同じような研究をしたものがありますでその結果としては24ミリ秒ぐらいまでの時間遅延は、まあ、おそらくギリギリ許されるかなというような成果が得られていますで左下のものは今度は何かというと叩き動作を行ったときにその叩く動きと それからその叩き動作を就職するような振動との間の時間遅延がどのくらい許されるかというような研究になりましてまあ大体ですね5ミリ秒ぐらいの遅延があるとまあだんだんとまあ感じ始める遅延がによってまあ感触が変わったように感じ始めるというような研究になりますで最近ですねの研究としてはですね例えばまあそういった時間遅延というものを ななるべく完全ににゼロにしよようううといいうう研究が行われていますこれの場合にはどうやっているかというと、いわゆるオプティカルなセンサー、モーションキャプチャーのようなセンサーだけではなくて、静電容量式のセンサーを組み合わせてやることによって、タッチするギリギリの部分の金棒の距離を正確に把握してやろうと。でそれによって、まあ、触覚的な触った瞬間と視覚的な触った瞬間を、まあ、なるべく完璧に一致させようと。 というような研究になります、はい。ということで、タッチパネルの話は以上です。で次はです、ね、エモーション、アフェクションに関するお話をしていきます。エモーションに関する研究なんですけれども、まあ、おそらくかなり初めの方に行われた研究として、まあ、2009年にです、ね、タ,クタ,イルタクタイルジャケットというのがまあ作られましたで。これは何かというと、まあ、映画を見ているときに、 シーンに合った情動を誘発するような振動パターンを提示してやろうというようなものです。まあ、要は BGM というのがありますよね。バックグラウンドミュージック。それと同じようなバックグラウンドタクタイルというのがあり得るんじゃないかということをまあ提案した研究になります。でここでですね、まあ、いわゆる情動というものをどのように提示するか、どのようにまあ人間の情動を操作するかということを考えます。 でそこにはですね、実は2つの考え方があり得ますで。普通に考えられている人間の情動の発生っていうのはどういうことかっていうと、何か我々が雲を見かけた。で雲を見かけて、それで脳内でこれは恐ろしい、危ないということが解釈されて、そして、まあ、例えば心臓がドキドキしたという、まあ、そういうような経路、青い経路というのがまず1つ考えられます。ただ実はですね、もう1つの経路があるということが言われています。 それは何かというと、この赤い経路で、雲を見かけたときに、まずそれによって、心臓が例えばドキドキしてしまう。心臓ができてドキドキしてしまったものに対して、我々というのは、これは怖いからドキドキしているんだというふうに、ある種の解釈を行うというような、そういうパスもあるんじゃないかというふうに考えられています。 もちろんこれは非常にアバウトな書き方で、例えば目が心臓に直接つながっているわけではありません。ただまあ、えーまあ、何かものというのがあったときに、生理反応が最初に来て、その後にそれが解釈されるんじゃないかという考え方というのは、実はかなり重要なんですね。で、その考え方のことをジェームズ・ランゲ説というふうに呼びます。で、まあ、もう一つの、まあ、元々の考え方をキャノン・バート説というふうに言うんですが、 で、こういうふうに二つの考え方があるのと同じようにですね、実際に何かコンテンツの上動を高めたいというふうに考えたときには、やはり二つぐらいの方法があるだろうと。一つは、コンテンツ自体のリアリティ臨場感を向上させようと。それによって、上動を増幅させようと。でだけど、もう一つ方法があるだろうと思われるわけですね。それは、上動によって生じるはずの 生理反応例えば心臓がドキドキするというものを提示してさえやればそれによって我々は情動を錯覚するんじゃないか情動が誘発されちゃうんじゃないかという考え方です。でまあ,あのまあいろんなそういう考え方いろいろあるんですがまあ例えばですねあの実際のコンテンツのリアリティを向上させてそれによってまあ情動を高めてやろう。 いう、まあ、初めの考え方としては、例えばこういうふうに、まあ、えー、抱きしめ合うような感覚というような研究というのがかなりたくさん行われています。ハギーパジャマという研究や、それからこの右側のアフ,アフェクティブハプティクスという研究というのがあります。まさにギューッと抱きしめたような時の感覚というのを出して、それによって、例えば落ち着かせよう、心を落ち着かせようという研究になります。 2つ目のアプローチの浄土、まあ、を誘発する方法なんですけれども、まあ、先ほど言ったように、要は浄土によって起きるであろう生理的な反応、その生理的な反応を提示することによって、実は浄土が生まれるんじゃないかというアプローチになります。で、これは我々の方の研究になるんですけれども、何をやったかというと、まあ、毛を逆立てるということをやりました。つまりまあ我々っていうのは、まあ、びっくりしたときって毛が逆立ちますよね。 ということは、この毛の逆立ちというのを、例えばここでは 20kV ぐらいの電圧をかけているんですが、そうやって提示してやることによって、実はそれによって、先ほどの驚きの感覚っていうのが増幅されるんじゃないかということをやっていました。で実際これはちょっと音は示しませんけれども、実際にまあびっくりさせるようなサイレン音を鳴らすということをします。でその時のに、まあ、同時に毛を逆立てるか毛を逆立てないかと。 いうことをやってやるとですね、実はこれが毛を逆立ちたときの方が、まあ、びっくりするということが分かりました。で、これ、毛を逆立てるだけだと、まあ、風を感じるような感じでしかないんですけれども、まあ、こういうような形でですね、浄、ま、土、あ、が、まあ、おそらく増幅されたんじゃないかなという研究になります。で、他にもですね、まあ、こういった研究をいくつか行っています。例えばこれは、まあ、耳の部分にですね かささかれるとなんか変なん変気がしますよねでそういった耳,耳への触覚提示というのを実はやってやるということによってかなり浄、ま、土、あの増幅効果があるんじゃないかというような研究になります。 でまた、浄土ということではですね、まあ、例えば今のこのコロナの時代における、まあ、遠隔会議ばっかりだと、遠隔ばっかりだというような時代においてですね、まあ、例えば触った感じというのを出すのはとても重要だよねという、それ自体を検証する研究っていうのがあったりしますで。例えばこれはですね、何かというと、まあ柔らかい手、人の手みたいな手、特にあったかい手ですね、を作ってやってですね、そして、まあ VR 空間の中で人,に人と会、まあ、っているという人に対してこのあったかい手で触ってあげるということをするんですね。でそうすると、まあ、ソーシャルエンゲージメントが非常に高くなるというようなことを示した研究があります。あとこちらはです、ね、今度は赤ちゃんですね特に、まあ、未成熟児の赤ちゃんの保育機の中の環境ということで、まあ、母親の呼吸と心拍を記録して提示すると。 いうことが提案されていたりします。まさに触覚の一つの応用事例なんですね。で、これはですね、もうちょっと基礎的な研究です。あの Facebook の人たちがやった研究なんですけれども、まあ、どういうものかというと、触覚ディスプレイというものはまだ完璧なものはないわけです。だけど、触覚でそもそもどの程度伝えたい感情を伝えることができるか。 いうことっていうのは、実はもう今、人を使って実験ができるだろうということをやっています。何かというと、タッチする人とタッチされる人というのを用意して、タッチされる人はまあ何も見ないで、まあ、タッチされるようにすると。でその状態で、まあ、アテンション、ラブ、ハピネス、コーミング、サトネス、グラシティティオズシンパシー、アミューズメントということで、まあ、あのたくさんのです、ね、感情を伝えるように、伝えるようにまあ触ろうと。 いうことで、感情よ伝われというような感じで触っているということをしていると、まあ、ちゃんと伝わるんですね。まあ、明らかにですね、アテンションが一番高くなるのは当たり前で、まあ、それは高きれアテンションだろうということになるんですけれども、まあ、それ以外の、まあ、感情についても、まあ、やはりチャンスレベルよりも高く伝わるということが分かっています。つまり、まあ、ちゃんと、まあ、触覚ディスプレイというものがまだ完璧なものがないとしても、触覚によって我々は、 情動をちゃんと伝え合っているということ自体は明らかなわけですね。これはですね、今年の研究なんですけれども、会の方で発表された研究で、ごく簡単に遠隔握手というのを実装している例です。空気袋と熱というのをスマートフォンにつけてやって、ちょっと離れた人同士が握手し合うと。ちょっと昔だったらこんな、こういう研究って何か、 冗談みたいな研究のように思われるかもしれませんが、もしかしたら今はこういうものが必要になってきている時代かもしれません。はい。ということで、今度は3つ目の話です。ナビゲーションインストラクションという話です。で、触覚というのが、まあ、なぜまあナビゲーションに役に立つのかということなんですけれども、まあ、結局、体の部位に、特定の部位に提示することができる。 なので、どこに動け、あるいはどこを動かせ、あるいはどのように動かせ、それからあなたは間違えている、間違った動作をしたときにですね、間違えているいう、そういったことを提示することができるということになります。だからこれっていうのは、例えば、まあ、あの振動子のようなもので提示している研究が、この2つ画面で紹介しているものになりますけれども、 例えばですね、力の感覚によっても、こういったハプティックのナビゲーションというのはできます。それについてはちょっと来週お話ししたいかと思います。でまあ、振動とかですね、いわゆる皮膚感覚におけるナビゲーションということでいいますと、まあ、先ほど紹介した例も代表的な例なんですが、おそらくかなり初めの頃、初期の頃にやられた研究としては、アクティブベルトという非常に有名な研究があります。でこれはですね、まあ、ベルト、 を用意してやって、それにまあ8個ぐらい振動子をつけてやって、GPS と組み合わせてやるということによって、まあどちらへ行けあっちへ行けこっちへ行けということをナビゲートすることができるというものです。で、まあ似たような研究もたくさんありまして、例えばまあ指でもってですね、まあ今どっか何かに何かを発見しようと見つけようというふうにしているときに、そのこちら側にあるよということを教えてくれるような振動子によるものというのも提案されたりしています。 でこれはですね、そういったまあナビゲーションにおける一つの事例ですで。これは何をやっているかというと、手のひらにたくさん振動子をつけます。ただ、その振動子には一つ一つ光センサーがついているような状態になっていますで。これは何をやりたいかというと、要はドローンを操作したい。で、ドローンをタカショーみたいに手の上に着陸させたいんですね。まあ、タカは手のひらには乗りませんけれども、まあ、ここでは 手のひらに乗せたいときにですね、これ、この振動子は何をために使っているかっていうと、まあ、要は、まあ、ドローンはある程度自動的に手の上に乗ってきてくれるんですけれども、最後の最後にの位置合わせは人間がやると。でその位置合わせのときにですね、この、まあ、振動子が、このドローンがです、ね、光を上から発してくれるんですね。でその光を受けた 人は、このグローブで振動してくれるので、あ、ちょっとずれてるってことはすぐにわかる。なので、ちゃんとドローンを真上から、そーっと着地させることができるということになります。だから、ドローンと、それから人との間の協調作業ができるようになっているということです。これ実際ですね、こういうふうに3台ぐらいドローンがいて、こうやって、きれいに着陸させるということになります。 まあ一応ちゃんと乗りましたね,それですねいわゆるナビゲーションというのと、それからトレーニング、あるいは教育、教授というものはまあ表裏一体です。つまり、ナビゲーションをすることによって、教えると、覚えさせるということがおそらくできるわけですね。ただ、このとき注意しなきゃいけないのは、完全に教えちゃうと人間というのはまあだらけちゃうもんで、 あんまり学習の効率が高くなくなってしまうということがありそうだと。で、ここではですね、我々の研究なんですけれども、どういうことをやったかっていうと、キーボードでタイピングの練習をさせる、英、まあ、単語を覚えさせるということをさせたんですね。で、そのときに、キーボードの何か、どれかが振動しているという形で教えるのではなくて、 指を振動させる。つまり、それぞれの指で担当するキーが決まっているわけですよね。ホームポジションといって。なので、その指、使う指というのを振動によって伝えてやる。そうすると、不完全な提示になるわけですけれども、実はそういう不完全な提示によって、英単語を覚えさせるということをやった場合に、実はそれなりに効果があると、ありそうだということを示した例になります。 で他にもですね、先ほどの例では、なるべく人間には能動的に動かして、動かさせて、それによってまあ学習させた方がいいんじゃないかっていう話なんですけれども、ただ実はですね、完全にパッシブでも人間はいつの間にか学習しちゃうと、睡眠学習みたいな形で学習しちゃうという話というのもあります。例えばこれはですね、モバイルミュージックタッチという研究なんですけれども、何をやったかっていうと、 各指に振動パターンを提示してやると例えば、ピアノを演奏するときに使うピアノ、指使いに合わせて、その指に振動を提示してやるということだけやるんですね。で、それ、受動的ですよね。指動かしてないのにそういう振動の提示をすると。で、それを例えば寝てる間中やるみたいなことをするわけです。で、それで、まあ、次の日起きてみたら、そのピアノがより弾けるようになっていると。 いうような、まあそういう結果を示しているようなものになります。ですから必ずしも能動的に動かすという必要も実はないかもしれない。学習にとって必要ないかもしれないということを示した研究になります。はい、次はリアリティ、それからマルチモーダルという話です。で、例えばですね、まあ、 こういうおもちゃ、ご存知でしょうか、もうだんだん皆さんあの、学生の中には知らない人も出てきているかも思いますが、株式会社バンダイが作った無限プチプチというおもちゃです。で、これですね、非常によく売れたんですね、たくさん売れたんですね。で、触覚グッズとしてはおそらくこれまでで一番売れたんじゃないかとすら思うんですけれども、まあ、要はこれ、ただのプチプチする感触だけなんですけれども、ただ、すごく人気が出ました。 でこれ何がいいかというと、まあ、触覚があることがやっぱり一つ良かったんですね。で、触覚そのものが、破裂する、プチプチの破裂する感触と、まあ、非常にリアルだったかというと、多分そこまでリアルではなかったと思います。ただ、それであっても、このスパイスとしての触覚があるだけで全然違ったということです。 でスパイスとしての触覚ということなんですけれども、まあ、我々の方でもですね、実はこれかなり昔ですが、そのスパイスとしての触覚というのが、まあ、こんなにビジネスになるんだったら、我々でもちょっとやろうということで、じゃあ無限に何かするして気持ちいいものってないかなということで、まあ、調べたことがあります。で、その時の学生だった小島くんという人が、まあ、思いついたのが、鉛筆削りでした。 つまり、鉛筆っていうのは、削っているといつまでも削っていたような気持ちよさがあると。じゃあ、これを実際に触感として再現してやろうということをやりました。で実際にモーターを使った装置で、まずは鉛筆を削ってみて、その時の振動を記録するということをするんですね。で、まあ、こういうふうに、ぐるぐるとある速度で回転させた時の逆起電力を測ってやると、それが結局、 まあ力の情報ということになります。実際に再生するときには、その速度に応じてまあ再生する振動のトラックを変えるんですけれども、それによってですね非常に気持ちよい感覚というのが得られました。鉛筆削りだけじゃなくて、例えばこういった形でコーヒーミルの感触とかも再現したりもしました。これ、なかなかいい感触だったんですけど、ただ、これがですねちゃんとまあモーター、ちゃんとしたモーターが一個中に入ってなきゃいけないと。 いうことでは、まあ、なかなか安いおもちゃということにはならないかとは思いますで。先ほどちょっと記録と再生という話が出てきましたけれども、そういった記録と再生、特に振動のです、ね、記録と再生で、おそらくまあ一番うまくいっている例として、テクタイルツールキットというのがあります。でこれは何かというと、まあ、この左側でですね、例えば米粒の入った まあ、えー、ボトルを振、まあ、振った時の振動というのをちゃんとマイクで拾ってやる。で、そのマイクで拾った振動を単純にオーディオスピーカーのような形で、まあ、振動子で再生してやるということをします。で、これ、単純な振動の記録と再生、オーディオアンプしか使ってないわけですけれども、実はこれだけでですね、まあ、実はかなり明瞭な、まあ、中に米粒が入っているという食感を感じることができます。 ちゃんと動期させて手を動かすということは重要になってくるわけですけれども実は振動の記録と再生だけでここまできれいな感触が出るんだということを示したという意味で非常に歴史的な研究じゃないかなと思います我々の方でもですね例えばトクトクする感覚というのをやったことがありますこれは何かというと例えばボトルというのは まあ、いろんなボトルというのがあって、それで、まあ、独特感がそれぞれ違うわけですね。でその独特感というのを実際に記録してみると、まあ、ある特定の、まあ、波形が得られたので、まあ、それを実際に再現してやる、まあ。まあ、とっくりの傾きに応じて再現してやるということをしてやりました。もうそうするとですね、これもかなり、まあ、リアルな独特感が出る。まあ、これちょっと面白かったのは、例えばワインボトルとかはですね、そんなに独特させるものではないわけですね。 実際そんなにトクトクしません。ただ、ワインボトルを持っているときに、このトクトク感を実際にそのワインボトルの底に振動子をつけてやってやると、まあ、これはなかなか面白いですね。実際にまあ注いでるっていう感じがはっきりとしますので、まあ、なかなか面白い体験に化けますで。先ほどのワインボトルの話からしてもですね、 本当にリアルな振動なり、まあ、触覚を記録再現すること自体が本質なのかというと、そうでないところがありそうです。つまりですね、我々が欲しいものっていうのは、リアルオブリアルというよりは、例えば存在感であったり、現実感であったりするわけです。そういった存在感とか現実感とかっていうものが、どういうように我々は感じているかっていうと、まあ、結局ですね、 例えばこういったプニプニしたものを触った時に視覚的にも変形しているししかも触覚的にもその変化が感じられるということでまあもしかしたら聴覚も感じるかもしれませんそういうふうに複数の感覚というのがおそらくキーになっている複数の感覚が同一の事物から生じるってことが納得された時に我々の頭の中でリアルだという まあ感触、存在感、現実感というのが生まれるんだろうというふうにまあ解釈されます。つまりこれは、あ一言で言えばクロスモーダルということにはなるんですが、つまり存在感や現実感というのは、クロスモーダル感覚の一種であるという言い方もできると思われるんですね。なので、そういう視点からすると、触覚というのは、触覚そのものをリアル・オブ・リアルにする必要はなくて、単純にチャンネルを増やす。 それから他の感覚との時間的な同期性を完璧に担保するということが重要になってきます。で、さらにですね、ここではリアルということで VR ということになってくるわけですけれども、当然、バーチャルリアリティの世界の中で、例えば物を恥したような感覚というものというのは重要になってきますので、非常にたくさんのこういった VR グローブというのは提案されています。 例えばですね、これはそれのかなりシンプルな形態で実現した例ですけれども、グラビティグラバーというものです。でこれは何をやっているかというと、指に対してモーターを2つ利用して、要は持ち上げる感覚と、それから横ずれの感覚2つを出すということを実装した例です。これ2007年にやった例ですで。これをですね、例えば、 まあ、ボックスに対して適用してやって、まあ、ボックスを外している状態で、この感触を出してやる、そして、まあ、ビー玉が落ちてきたときに、そのときの力の感覚を伝えるということをやってやると、これがもう信じられないくらいリアルにですね、まあ、物が落ちてきて、まあ、ビー玉が中に入っているというような感触を、まあ、感じることができるようになっています。 でまあ、先ほどは指先1個だったんですけれども、まあ、当然ですね、まあ、たくさんのグローブを使ってやったらもっといい感覚になるのかなということが、まあ、みんな思われるわけですね。で例えば、振動子をものすごくたくさんつけるということで言うと、例えば我々の方でも52個ぐらい振動子をくっつけてやってやるということをやってやりました。でその場合、まあ、いわゆる LRA を使ってやった方がいいだろうということで、たくさん並べてで、例えばこんな感じでバーチャルリアリティの世界の中で、 ものの形をを当てるとということをやったんですねただ実際にこういうことをやってみるとすぐ分かったのはですね、これ実は振動が手全体に分布して定義されたとしてもですね、例えば形を知るというのは非常に困難を伴うということは分かりました。 でまあ、先ほどは振動だったんですけれども、例えば指に対して、もっと分布型の提示をしてやるということはいくつか行われています。例えばこれは2020年の研究ですけれども、まあ、指の腹だけではなくて、指の側面にも振動提示を与えてやるということによって、まあ、ある種の指への接触する傾きだとかです、ね、あるいはメリコミ量のようなものを提示するということができるという研究になります。 触覚を定義するために例えば振動子を並べるというのはある種の限界があるわけなんですけれどもその限界を打ち破る一つの方法は電気刺激かなというふうに私は思います例えばこれは手のひら全体に触覚を定義するための電気触覚定義装置ですけれどもこれだけで1536点の電気刺激ができていますしこれはさらに触覚のセンシングも同時に行えています ですから、このぐらいです、ね、たくさんの触覚提示がある種簡単に行えるという意味では、やはり電気刺激というのはなかなかいい方法じゃないかなというふうに思います。で電気刺激をです、ね、先ほどは例えば指先だとか手のひらにくっつけるということなんですけれども、実はです、ね、指先に電極をつけなくてもいいという研究はいくつかあります。で例えば、これはそれの一つなんですけれども、 実は腕の部分の複数の電極に、あまあ、腕の表面です、ね、に電極を配置してやってで、そこからの電気刺激によって、まあ、腕の中に複数の電あ神経が当然通っているので、その神経をある程度選択的に刺激してやるということによって、指の感覚神経をある程度個別に刺激ができますよという、まあ、そういうような研究も行われていたりします。 でこれはですね、今度はやはり手のひら全体への触覚分布提示を行っている例ですけれども、まあ、アプリケーションとしてかなり面白いものになります。何かというと、これ、まあえー、上下に運動するアクチュエーターが非常にたくさんあるという、ある意味ベタな方式なんですけれども、左手でそれに触っている。それによって左手全体がある種のディスプレイになるんですね。でそれに対して、右手で手のひらの上から操作してやる。 例えばテトリスみたいいなものを操作するということになりますでこれ、右手の指先についているのはこれ磁石でしてそれによって位置検出をしているんですけれども要はこれによって左手がスクリーンになって右手がカーソルになっているという状態を作ることができているんですね。これ非常にシンプルで面白い構成じゃないかなというふうに思います。 で分布型ということでさらにお話を続けますと、まあ、先週もお話しした超音波触覚もです、ね、実はこの超音波触覚を使ってもうちょっと細かく圧力分布が提示できないかということをやっている例がありますでこの場合には例えば柔らかいものだとか硬いものっていうのを触った時の指先の圧力分布をまあシミュレーションしてやってその結果というのを超音波触覚で返してやるというものになります はい、ということで、まあ、今度は5つ目の話全身性というお話をしたいと思います全身、まあ、性とはですは、ね、定時面積は大きいほうが正義ということですでこれはです、ね、視覚でも当然でしたよね視覚だと高視野になれば臨場感、持没入感というのを生むと、まあ、ただ高視野であるだけではなくておそらくその中にまあ自分自身がちゃんと入り込んでいるという そういうい距離感をちゃんと提示できることが重要にはなってくるわけですが、まあ、いずれにしても大面積は正義なわけです。で触覚においてもですねやはり大面積提示というのは同様の価値が生まれます。ですでにここまでお話ししている応用事例の多くが指先にとどまっていないということからも、まあ、そのことはお分かりいただけるんじゃないかと思います。 でこれはですね、まあ我々の研究室が立ち上がったときに作られた学生プロジェクトの作品で、シハウというものですで。これはこういった授業でよく紹介しています。なぜかというと、これはまあ大面積の腕への触覚提示をやっている例なんですね。でどういう触覚提示かというと、モーター一つ一つに、まあえー、テグスイートがついていて、でそのテグスイートがペチペチというふうに皮膚をたたいてくれる。 でその叩いてくれるんで、それで、まあ、実は虫が這い上がっていくような感触がするということで、実際に虫這うということで虫が這い上がってくる感触を出すディスプレイということで、実際に作品として出されました。でこれですね、体験した人みんな笑顔なんですね。まあ、非常にまあ気持ちいい虫が、あるいい上がってくるような感触を実現したものになります。 で、結局ですね、先ほどのような虫ハウみたいな作品っていうのが、なぜそこまで良かったかというと、結局、あれは臨場感を提示できてたんですね。で、さっき大面積が正義という言い方をしましたが、そもそも臨場感っていうのは何か考え直してみましょう。で、言葉通りなんですね。要は、その場に私が望んでいる感覚です。で私っていうのは、まあ、あえて省いて臨場感と呼ぶわけですね。で、 その場に私が望んでるってことは、要はどういうことかっていうと、実は提示されているのは対象物だけではなくて、自分自身です。つまり提示されているものと、それを体験している自分との間の相対関係が納得されたときに、まあ、臨場感というのがおそらく生まれるんだろうと思われます。まあ、つまり言い換えると、臨場感というのは、干渉者自身の発見だということです。 でまあ、そう考えるとですね触覚というのは明らかに非常に適しているということになりますつまり触覚っていうのは、まあ、要は自分自身の体表面ですから例えばさっきの虫ハウみたいなものだとあ体の表面に本当に来たじゃないかということになるわけですねそういったわけで、まあ、全身への触覚提示というのが望まれるわけですけれども 例えばこのシネステザスとかシネスクス X1 などの作品群というのは何をやっているかというと実際に振動子を大量に体中に装着するあるいは振動子がたくさん並んだようなベッドを用意するということでコンテンツ体験触覚コンテンツというものを作り上げるという努力をしているものになります。 ただですね、全身への触覚提示ということで考えてやると、やはりですね、それをいかにコンパクトにやるかということも一つの研究の流れということになります。例えばこれは我々の方でやった研究で、実は振動、上半身に振動を提示したいならば、実は鎖骨の部分に振動を入力すればいいよという研究をしました。 要は鎖骨の部分から振動が入力されると、あるの骨分動で逆向きに振動が伝播するので、要は上半身ぐらいだったら全体に振動が伝する、例えば上半身のとかで吐くときも、これはあのお腹ぐらいのところまで振動が伝わるということを確認しています。で先ほどのよような、まあ、振動によって、まあ お腹ぐらいまでしん、まあえー、触覚が感じられるというのは、まあ、ちょっと発明かなというふうにちょっと思ったんですが、まあ、実際にはそんなことはなくてですね、実はもう1980年代にですね、アメリカのラジオシャークという会社が、ボーンフォーンというのを開発しています。でこれ、要はまあ首に巻きつける、首にまあかさげて使うようなものになるんですけれども、まあ、これでまあ振動が提示されて、 まあ、あの非常に、まあえー、音楽に乗ることができるというようなものになります。で全身への触覚提示ということで、まあ、ちょっと変わり種の研究も紹介しておきます。でこれは、まあ、いわゆるジャミング現象を利用したものですで。先週も少しジャミング現象を利用した触覚ディスプレイというのは紹介しましたけれども、これの場合にはです、ね、体のジャミング現象の装置の中に入れてしまうと。 いうことをします。で、そうした上で空気を抜いてやると、非常に硬くなってくれるので、体全体が完璧にフィットした状態の鎧をまとったような形になります。ですから、それに対して外側から振動を与えてやると、非常に効率よく全体にね、振動が伝わるということになります。で、これはですね、全身というよりはまあ関節の部分なんですけれども、 この関節の部分に、まあ、ラジェット機構をつけるとでこれによってカチカチカチという感覚をつけるということをやりましたでこれ当初はですねこのカチカチ感を手がかりに何か姿勢の錯誤感が起きるんじゃないかということを、まあ、狙ったんですけれども実はそれは、まあ、特には起きなくて結果的にはこのカチカチという感覚を否定することによって、まあ、例えばウィルスペッチをやるような時にはちょっとやる気が出るなと。 いいうよううよなな、まあ、デバイスということこになりました、まあ、やる気というのも、まあ、なかなか馬鹿にはできないファクターかなと思いますで実際ですね、まあ、それに類するような製品も実はあるんですねこれ2015年にミズノが作ったダッシュドライバーという製品なんですが何かというと、まあ、円筒の中に金属球が入っているというものですでそれを腕につけるだけなんですけれどもこれがなかなか面白くって 要は腕を振った時にカン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 というふうに振動がしっかり伝わるなのでこれを使って腕をしっかり振って走るという練習をしましょうというものになりますまさにこれ、まあ、音も鳴りますけれども、まあ、触覚で表示している装置ということになるわけですで今度は全、ね、身への触覚提示をなるべく今現在世の中にあるものでやろうと ということで、シャワーを使った例です。こはどういうことかというと、まあ、シャワーっていうのはですね、このシャワーの根元の部分を、まあ、オンオフさせてやること、コストにオンオフさせてやることによって、例えば音楽に同時化せてやることができるわけです。で、それでもって実際に音楽に同時させてシャワーを浴びるということを実際にやってみまですね、これが非常に気持ちがいい、実際に音楽に乗ったような感じをすることができます。 ちょっと面白いのが、これ実際にですね、シャワーヘッドから水が出て体に到達するまでに150ミリ秒ぐらい時間遅れがあるんですね。その時間遅れを考慮した補正というのをちゃんとやってやらないと、実は音楽と触覚がずれて感じて非常に気持ち悪くなります。でまたですね、全身への触覚提示で一つ問題になるのは、実は通信です。 つまり非常にたくさんの触覚停止装置を作ったはいいけれども、それを一つ一つ全部 Bluetooth 通信するのかという話になるわけです。でそれに対して、すね、我々の方のアプローチは何だったかというと、実は振動子と光センサーを組み合わせたそういうモジュールを作ってやろうということをやりました。で、光センサーはとにかく光を受けたら振動をするというだけをしてくれるという光センサーモジュールとして使うわけです。 でそうすると何ができるかというと、要は例えばプロジェクターを触覚信号として使うことができるんですね。つまり例えばこういったボールが飛んできたときに、ボールがやってきたというところでその部分に光を提示してやる。でそこに手をかざしていると、まあ、ちゃんとまあ触覚を感じることができる。あるいはレーザーがやってきたときに、そのレーザーを本当は避けなきゃいけないと。 いうときにも、そのレーザーのパターンというのを実際に提示してやって、避けてやるという状況を作ってやれば、このとき特に通信というのは必要ない、まあ、一方向の通信が光センサーで行われているということになりますけれども、こうやって触覚通信というのをより簡単にできるというものを作りました。で実は今日の初めの方の授業で、ナビゲーションということで、ドローンが 降りてくるというお話をしたかと思いますが、実はその研究というのは、これの一つの派生の研究になります。で先ほどもです、ねまあ、指先で触覚提示をして、まあ、何かリアルにものをつかんだ感触をという話をしたかと思います。でそれに対してです、ね、実は全身触覚というのは、これに対するある種のアンチテーゼにもなっています。どういうういいことかというとか こういって指先にですねすごくたくさんの触覚提示をするっていうのはやっぱりかなり大変なんですねでそれに対して、まあ、このかなり大変な状況に対して実は全身触覚で代替することができないかという考え方がありますで例えばですねそれはこれはその一つの方法なんですけれども指先への触覚提示というのを まあセンサーで捉えてやる、あるいは VR 空間で捉えてやって、そしてその触覚情報を足裏に提示してやればいいじゃないかという研究があります。これは広田県の研究になりますけれども、まあ、これで、要は手の形と足の形は似てるってこともあるんですけれども、それでまあ触覚提示をちゃんとやることができるというものになります。 今度は指先の感覚を腕に出そうというものになりますで。指先に比べて腕は十分大きいので、例えばラジコンサーボモーターみたいなものも、指にとっては巨大ですけれども、腕にとっては十分小さいわけです。なので、例えば指に加わる力、バーチャルリアリティ空間で指に加わる力というのを、腕に実際に提示してやるということをやっても、実は意外と違和感なく、ものを操作したりすることができます。 例えばこれの場合には、まあ、2つのモーターを使うことによって上下方向のまあ圧力感、それから横方向のズレ感、それから振動感まで出せるようになっています。まあ、さらにです、ねまあ、ペルチ素子なんかもつけてやって、まあ、温度感覚も提示できますよということになります。温度感覚と触覚を合わせるとある種の質感も提示できるようになるわけですね。 でさらにですね、まあ、これを複数個用意してやるということをしてやれば、まあ、人差し指だけじゃなくて親指つまり2本指で端したような感覚も出すことができます例えば人差し指は腕の上側に提示してやって親指の感覚は腕の下側に提示してやるということになります で、今度はですね、まあ、腕ではなくて、指先の感覚をまあ、頭、すなわちヘッドマウントディスプレイの部分につけてやろうという研究になります。ハプとパスという研究になるんですけれども、まあ、何をやってるかというと、まあ、吸引する感覚というのをたくさん作ってやるんですね。吸引棒をたくさんつけてやる。で、吸引したときっていうのは、まあ、前の授業でもやりましたけれども、押された感覚と近い感覚を生じますので、まあ、それを利用して、まあ、指先のそれぞれの 感覚というのを、まあ、ヘッドマウントディスプレイの各所につけてやると。で我々はヘッドマウントディスプレイは VR 体験のときにはつけるだろうと。だけど手にはグローブとかつけるのは煩わしいだろうというそういう割り切りで考えると、まあ、実はこういう形でヘッドマウントディスプレイをつけた瞬間にもう指先の感覚が、まあ、頭の部分に来てくれるというのは、まあ、なかなかあり得る回かなというふうに思います。 で先ほどまではですね全身への触覚提示ということなんですけれども、これをですね、まあ、複数人の間のインターパーソナルな触覚ということに拡張した人もいます。これ、まあ、八先生という人なんですけれども、要は、1人の人の腕ともう1人の人の腕、それぞれにブレスレット、振動子をつけてやる。で、その振動が少しずつ強度が変わって向こう側に伝わっていくという感触を出しているとですね、 これ、その振動の方、まあ、相手の方の振動を握っている手で感じることができるので要は振動がだんだんと移動していくという感覚を非常にクリアに感じることができるんですね。まあ、これはまあ,ある種の加減運動といいますか、まあ、加減運動というよりもまあファントムセンセーションなんだと思いますけれども、まあ、これによってまあ感覚、まあ、何か情報が伝わっていくあるいは何かの感、ま、覚、あ 情動、えーまあ、的なもの熱的なもの温度的なものそういったものが伝わっていくような感覚というのが提示できているんだと思いますでまあ異なる部位への触覚提示ということで、まあ、指はいいんだけれども指よりも大面積に提示しようねというお話をこれまでしてきましたただ実はですね人間の体には指よりも高性能な部位というのが存在しています でどこかというと実は唇と舌なんですねこれらは実は解像度に関しては、まあ、指よりも優れていると言われていますでさらに加齢の影響ということで考えても唇というのは実は加齢の影響というのは、まあ、指先ほどは大きくはないということが分かっていますということは実はこの辺の部位というのは指よりもいいかもしれないわけですね触覚提示として で実際にですね、指先よりも高性能なこれらの部位への触覚提示というのはいくつか行われています。例えば左側のものっていうのは、これはトングディスプレイというふうに言われていて、これ非常に有名な研究なんですけれども、要は唇、まあ、ベロですね、下の部分に電極をつけてやって電気刺激をしてやる。これ、いわゆる電気刺激の中でもですね、唇は常に濡れているので、比較的低い電圧でちゃんと触覚提示ができるという特性も持っています。 それから右のものはいくつかお示ししましたけれども、これらはですね、いわゆる電気刺激だとか、あるいはピエザアクチュエーターのようなもので触覚定時を行っているという例になります。唇に対して、あこの場合には唇になります。下ではなく唇になるんですが、その部分に、まあ、触覚定時を分布的にできているということになります。はい。 とということで、今度は最後のトピックに行きたいと思います。タクタイル AR ですね、触覚を現実世界で使うことで AR 化するということです。で AR という言葉自体は皆さんはもうすでにご存知なわけです。要は現実世界のに対して何らかの情報を重ね合わせてやるということによって、まあ、情報そのものを得るということもそうですが、例えばその、えー 見ている対象物の解釈が変わったりするわけですね。で、触覚における AR っていうことで言うと、例えば、このスマートフォンに対して振動を与えるというもの自体も、実は触覚 AR の一種ということも言えます。で、これ例えば指で触った時にクリック感が生じるわけですね。で、これ要はどういうことかというと、ただの平たいガラス板だったものが、 まるで物理的なボタンのようなカチッという感触がするということでこれはまさに物の性質を変化させているという意味で触覚 AR と言えるんじゃないかなというふうに思いますで触覚 AR っていうことで言うと、まあ、本来ならばなるべく指輪には何もつけたくないわけです指の本来の触覚というのを損ないたくないわけですね でそういう意味で例えば電気触覚ディスプレイを使ってその電極をなるべく小さくしてやって本来の触覚というのを、まあ、妨げないようにしようという研究も行われていますでさらにです、ね、例えば指先に対して触覚を停するんじゃなくて指の中節あるいは末節の部分あ季節ですね指の中節と季節の部分に まあ触覚を定義しているとこの場合にはベルトで触覚を停するという、まあ、これまでもご紹介したようなグラビティグラバーで紹介したのと同じ機構が使われているんですが、こういう方式を取ることによって、指先で触りながら指の基部のところで触感を感じされると。これによって実は、触っているもののです、ね、柔らかさ、硬さを変調することができる。あるいは、高難感や摩擦感や形状の感覚なんかも変換することができると。 いうようよなことが提案されたりしていますこちらはですねまさに触覚の VAR、まあ、という感じの研究なんですけれども何をやっているかというとテクスチャーの表面を触っている最中に、まあ、こっそり振動を与えてやるとそれによってテクスチャーの粗さ感というのを変えてやるというような研究になります。 でそれからこちらはですね、物理的なボタンをあえて使ってやろうという研究になります。これもまあ、われのほうでですね、2015年にやった研究というのは、かなり最初のほうだったんじゃないかと思いますけれども、要は、ボタンを用意するとで、そのボタンで普通に押すと、カチカチという感触はするわけですが、そのボタンの中に振動子を入れてやって、そのカチカチ感を変調してやるということをしてやると、まあ、いろんなタイプのボタンが作れますよと。 いうものになりますでまあそれをもうちょっとリファインしたものというのが WIST の2020年でも提案されていましたやはりボタンこの場合には特にキーボードなんかを想定しているようですがそれを触った時の感触というのを振動で変調、まあえー、してやるということになりますここまでの触覚 AR というのは、まあ、現実の食感をちょっと変える 例えば、粗いものをもっとスムーズに感じさせる、スムーズなものをもっと粗く感じさせる、硬いものを柔らかく感じさせるというようなものが多かったんですが、それに対して、能力拡張としての触覚 AR というものも考えられます。要は、例えば人が物を触ったときに、その人の指先に、いわゆる触覚とは違うセンサーがついている、あるいはより高性能な触覚センサーがついているでも構いません。 でそれに対して、そのセンサーの出力というのをそのまま触覚ディスプレイとして返してやるということによって、例えば触っても本来感じられないものを感じさせるようにするという能力拡張としての触覚 AR ということが考えられるかと思います。で要は、このセンサー、それからこのタクタイルディスプレイというのを合わせた 新しい人工受容器というものが考えられるということです。で、例えばですね、そういった海面の部分、人の指先の海面の部分というのを着目した研究としては、実は研究というわけではないんですが、乳がんの診断具というのを、皆さんは普通にオンラインショップとかで買うことができます。で、これは何かというと、実はただのビニール袋なんですね。 そのビニール袋の中に潤滑オイルが入っている。それだけです。ただそれだけなんですけれども、その潤滑オイルのおかげで、このビニール袋越しに患、まあえー、部を触っている。例えばこれ乳がんの検診具なので、その幹部をまあ撫でてやるわけですけれども、そうすると、これ何が起きるかというと、結局表面が非常にツルツルするので、表面のまあテクスチャー感がなくなるんですね。 なので、結局内部のしこり感をより明瞭に近くすることができるということになります。ですからこれは表面の触覚をなくすという意味での触覚 AR になっているという言い方ができるかと思います。それからですね、これ非常に有名な研究なんですが、触覚コンタクトレンズという研究があります。 でこれ何かというと、この図にあるように、まあ、剣山みたいな形で、薄いプラスチックシートの上に剣山のようにプラスチックのピンがたくさん立っているというものになります。でそうすると何が起きるかというと、このもの、まあ、越しにです、ねまあ、触っていると、例えばこれ、こういうパンチで開けた紙を置いているんですが、普通はそれ感じられないぐらいの厚さです。ですけれども、こうやって上からなぞっていると、 非常にに明瞭凸凹として感じられるんですね要は何が起きているかというとこのピンたくさんのピンによって、まあ、変異が拡大されて皮膚により明瞭に感じられるようになっているというふうに解釈できます。で今度はですね、まあ、人間が本来感じない感覚というのをま増強するという例でハプティックレーダーという研究があります。 でこれもまあ少し昔の研究にはなるんですけれども、何をやっているかというと、要は自分の周りの障害物というのをまあセンサーで検出している。この場合には赤外センサーで検出してやる。でその検出した結果をまあ振動で伝えてやるということをしてやると、ま,あ、まるで気配のように感じることができる。まあ、実際振動しているので気配だというふうに感じるわけではないんですけれども、例えば障害物を避けるみたいなことは普通にできることになります。 こちらもです、ね、あの光センサーを使って、まあえー、触覚に変換している研究でしてスマートフィンガーというふうに言います。で2002年の研究なんですけれども何をやっているかというと、まあ、指先に光センサーと振動子をつけています、まあ、ある意味それだけなんですねでそれによって何をやっているかというとこの光センサーで例えば白黒の縞模様を判断してそれに応じて振動を与えるオフ、まあ、させているというだけです。 そうすると何ができるかというと結局シマシマを触ったのに凸凹と感じるということができるんですねでさらにこの場合なんだかわからない白い紙を触ってますけれども実際にはこの白い紙の表面にはこういうふうに紫外線では見えるようなものが書かれています傾向で書かれていますなのでこれ見えないものが触ったらわかるという状況を作ることができているわけですね まさにこれはオーギュメンテーション、触覚のオーギュメンテーションの一つの代表例かなと思いますで。今度はですね、この先ほどのスマートフィンガーの話というのを、もっと電気刺激で分布的にやってみた事例になります。何をやっているかというと、表面が電極をたくさん並べた電気刺激装置になっていて、裏面がそれに対応した光センサーの群れになっています。 そうすると結局、まあ、光センサーで感じたこういうパターンというのが指先で感じることができて例えば丸いものを触っているぐらいなことは普通にわかるような装置ということになりました先ほどのようなです、ねまあ、光の情報を触覚に変換するというのは、まあ、当然それよりはるか昔からありまして先週お話ししたオプタコンというのもその一つです お忘れになってないと思いますけれども、要はカメラ、右手で持ったカメラで捉えた白黒の映像というのを、まあ、指先での触覚分布に提示する。ですからこういったまあ感覚代行の分野のものというのは、まあ、見方を変えると大体が AR 装置、触覚 AR 装置というふうに見なすこともできるということも言えるかと思います。 でこういった視覚・触覚変換というのはです、ね、元々もともとを紐ときますと、まあ、こんな形で、まあえー、例えば背中、あるいはお腹かにカメラ映像を触覚として提示するということを行ったのが最初です。1970年の時点で、まあ、お腹とかにです、ね、たくさんの電極を配置してやって、それでまあカメラの映像をまあ認識させるということが実際に行われていたんですね。 こういった研究の1つの成果としては、例えばこういう形で、舌に対して電気刺激をして、カメラ映像を舌で感じられるようにするというような製品があったりします。また、舌ではなくて、額の部分に電気刺激してやることによって、目の前のカメラ映像を変換してやると。 いうまあ、これはあの私の方の研究の成果なんですけれども、こういうような形のものというのもあります、デコという製品になりますでさらにです、ね、まあ、こういったカメラ映像と触覚提示を組み合わせるというのは、いわゆる感覚代行の分野ではよくあるんですけれども、ただです、ね、ここで一つ考えなきゃいけないのは、まあ、製品を低コスト化する際にです、ね、カメラっていうのは、やっぱりなかなか難しいところがあるんですね。 つまり安いカメラってなかなか手に入らないんですよ。で、それに対してですね、だけど皆さんが持っているスマートフォンって、いいカメラがとっくに入ってますよね。ということで、まあ、一つ考えたのが、このカメラや画像処理の部分というのと、触覚提示の部分というのは分けた方がいいなという研究を一つしました。要はスマートフォンの上にフォトトランジスタをめちゃくちゃたくさん並べてやって、でその上にさらに光センサーをつけてやると。 いうことをしててやればこれ実はここううういうような形でで触覚分布ととしし感じることができますしかもこの上のモジュールというのはこれだけで一応使うことができて例えばこういうように文字を認識するというところもできたりします。はいということで今日の話は大体以上になります。今日の小テストなんですけれどもテストにはせずに今日は あの皆さんんの感想を伺ううととといいいこににししたいと思まます成績には関係しませ B4 以上の人は所属の研究室とそれから自分の研究内容を教えてください。それから B3 以下、学部3年生以下の人は受講した理由を教えてください。でそれから全員です、ね、授業の感想、これまでのところ、まあ、この授業の形式も含めて。 感想を教えていただければと思います改善点にもつながると良いかと思いますはい、ということで今日の話は以上になります